第一の器チャンネルファントムラジオの時間がやってまいりました。やってきすぎたかもしれません。どうも、いつもの通りですね、ファントムラジオもこう始まったというわけで、今日もですねつらつらと、ラジオ風味で話していこうかなというんですけども、ラジオなんていうのがね、皆さんおこがましいですね。やっぱりもうラジオパーソナリティっていうのはですね、やっぱりこのね、民放にしろね、こうあの FM のコミュニティラジオにしろね、なかなかやっぱ技術のないかれば、技術がなければですね、できない、お仕事と言いますか。はい。そういったものですんでね、こんなね、YouTube で、視聴回数が10回そこらでですね、ラジオなんていうのはね、恥ずかしいんですけどね。まあ恥ずかしいけども、恥ずかしいなりにね、やっていこうやないかというふうに思いましてね、やっていきましょう。というわけで、今日もですね、ファントムラジオがやって、来てしまいました。ということでですね、今ですね、水銀窟も、はい、水銀窟強化週間、まあ、週間っていうか、その一週間もね、あっという間に終わりましたね。もうね、全然進んでおりません。全然進んでないですね。いや、今日もですね、おかげさまでですね、まあ、やらなければいけない、最初からある、という注文もありますんでね、それをこなしてですね、まあその隙をですね見て、こう水金窟もですね、こう少し進めているんですけど、まあちょっとね、面白いものを作ろうかなと思いましてね、いろいろと細かいことやっております。はい。ということでですね、どうですか皆さん、やっぱしがらきね、しがらきもね、いやー、まあ緊急事態宣言ですかね、あの一都七県って言ってたやつがですね、まあ結局全国ですね、全都道府県に拡大されてですね、もう、しがらきもね、まあ、こんなこと言うと怒られるのかもしれないですけどね、やっぱ人いなくなりましたね。ね、今日、スカーレットやってましたから、もう覚えてますか？スカーレットやってた時なんかね、やっぱ平日で金曜になるとね、わさわさ人歩いてたんですよ。結構な、その、しがらきの結構ディープな街中の方ですよね。撮影で使われたところがですね、結構な、しがらきのね、なんて言うんですかね、深いとこなんですよ。しがらきの、何ですかね、大きな大通り沿いでは、全然、道わからないような、鎌屋町とかね、焼屋町とか、大釜町っていう町内の名前がついてる。まあ言うたら、鎌がいっぱい集まってるね、かなりディープな、長野区のディープな場所なんですけども、そこもね、やっぱり散策路がね、整備されてますんで、あと撮影場所ということもあって、わさわさ歩いてはったんですけども、撮影終わったとかも関係ないと、やっぱりまあ、このね、やっぱこのコロナっていう、コロナ禍ということで、なかなか、今日は誰も歩いてませんでしたね。天気もね、ちょっと荒れそうなんでね、関東の方は荒れそうなんでね、こんな時に荒れたらね、まあ、ちょっと、弱り目にたたり目ですよね。なんとちょっと、大化なくね、ちょっと、なんとか過ぎていってほしいなというふうに思います。関西かでね、何も油断できませんからね、そんな、こっちにかで来るかもしれないんでね。まあ、夏とかになるとね、やっぱ台風大雨もちょっと入ってきますね。やっぱ消防団してますんでね。最近のやっぱちょっと台風とかね、あと低気圧ですね。の大雨とかもやっぱ心配です。非常に心配です。もう、ああなる。あれが一遍ちょっとね、暴れ出すと、ほんまにちょっと手つけられんようになるっていうのはね、やっぱありますんでね。しがらきもな、もうだちょっと前ですけど、7年前か。水害ありましたんでね。毎年一回はでもね、それからね、毎年一回やっぱ台風ね、出動かかりますんで。皆さんというかね、ぜひ、何もね、ちょっと、怒らずに、この週末ね、終わってくれればいいんですけどね。まあ、ちょっとね、どういう話しましょう。そうですね。世界的アーティストの話、終わりしましょうかね。ちょっとね、世界的アーティストの話。ですね、もう4、5年前ですね。しがらきにですね、世界的な現代美術アーティストが、来てですね、公演というかパネルディスカッションするみたいなことがあったんですよ。もう結構前、ちょっと前です。A さんと B さんにしときましょうか。この二人。もうすごい、もう名前聞いたら、なんて言うんですかね。ちょっと美術に興味ない人でももう、知ってるような、はい。まあ、現代美術アーティストですわ。A さん。まあ、そのね、もう一人 B さんもこれもすごい有名な方で、本当に何ですか、作品がね、今なんかね、美術は、世界的にね、美術は、ちょっとこのコロナであれですけども、バブルみたいなとこありますんでね、何億とか何十億っていうする人たちなんですけど、その人たちがね、しがらきの陶芸作家さん3人ぐらいともやっぱり色々と、
個展とかギャラリーとか作品作りとかしてはって、それでまあその縁があって、ちょっとしがらきの、ところでね、講演、パネルディスカッションをするということがあったんですね。で、まあ、これがですね、以上。で、僕もいや、有名な方なんでね、ああ、すごいな、と。うわー、しがらきし、今度はなんか喋やんねや、思って、これは行かなあかんと思って、これ行ったわけですよ。そしたらもう会場がね、小さな会場をやったんですけどね、まあ、小さいのは400人とか500人ぐらい入るようなね、ちょっとした会場。でもそれも満員ですよ、もうさすがに。もうしがらきの中、しがらきの外からもいっぱい来てはって、まあこんなんなんか喋る珍しいんでしょうね。満員でね、僕聞いてたんですけどね、もうね、この A さんがですね、もう、なんかあったんすかねなんか、なんすかね、舞台に出てくるまでになんかこけたんです。こけてなんかどっか打ったんですかね。それぐらいね、機嫌が悪いというか、もう怖かったんですよ。もう僕らその、席座ってね、後ろが聞いてるんですけど、ね、もうね、もうちょっと怖いんですよ。うわー言うてね、もう、うわーって言うんじゃないな。なんなんすかね、もう、なんて言おうかな。ま、こんなこと言うたらなんすけどね。まあ、やっぱり人前の、なんすか、舞台に上がって喋るんですから、まあ、ちょっと普通というか、かしこまって喋りはんのかなっていうふうにも思いますやんか。全然そんなことなくてですね、まあ、お前らな、来てるけど、こんなとこに来てるけど、な、ちょっと分かってんのみたいな。お前なんか僕の作品とか、なんかその美術みたいな、この、全体のことを流れとか分かってお前来てんのかい？お前ら全員みたいな感じでずっと喋っていきはるんですよ。やっぱすごいなと。やっぱ世界的なこのアーティストは違うなと。こういうとこでもこう、なんか本身？もう刀本身でこの抜いてきはんねなというふうに思ってて。やっぱそうじゃないと、なかなかやっぱこんな、やっぱそのね、まあやっぱりで、やっぱ美術、現代美術、日本の現代美術界がいかんと。全然あかんと。日本の現代美術界っていうのはもうその、なんちゅうすか、全然活性化してないと。もういろいろダメなんだと。それをもう何としてもこの変えていかなあかんし、こう、そういうところにいろいろとこうメスを入れていかなあかんっていうような、まあそんな感じやったと思います。そんな感じの話やったと思います。それをですね、こう、もううわーっとね、喋りはるんですけどね、もう終始怖いんですよ。怒られてる感じなんですよ。その、聞いててね、ずっとね。なんか、お前らみたいな、もう何もわからんくせに、お前ら、来て話、聞いてんのかいみたいな。なんだ、そんな感じじゃないかな、そんな感じでもないんだけども。まあ、なんかね、僕、うん、あ、すごい、怖いな、と思って。あ、怖い。やっぱ、ね、やっぱ、こう。で、まあまあね、そこでね、やっぱすごいね、面白いことをね、言われてたんです。でもその A さん、で、B さんっていう人ね、この片方で B さんっていう人もいたんですけど、その B さんもですね、もうその A さんのその熱にね、かかって、ブーストがかかってきてね、もうすごい、なんかいろいろ、そんなね、なんか話を聞いてたら、そんなに、なんか、きつい人じゃないと。優しい人やっていうことで、僕、その、噂というか、まあ、いろいろつながりがね、あるんで、聞いてたんです、人捨てにね。ああ、そういう人なんかなと思ってたらね、すごい、もうその、もう、どんどん行くわけで、その A さんに引っ張られて、B さんももう、ああ、ね、すごい、何ですか、そんな怖そうな、外見されてないんですけども、ね、いや、ダメなんですよ、みたいな感じで、でね、あ、その B さん、絵にしとく、絵ですか、絵を描くと、絵描くのに際して、その、どういった、まあ、描き方でどういったことを考えて、よう聞きますやんか。ね、どういったことを考えてこう描くんですか、どういうふうな、あれですよ、その制作というか、制作の思いで描くんですかみたいなことを聞くわけですよね。聞くんですよね。その司会の方がね、聞きますよ、そら。パネルディスカッションやねんから。聞きますわな。でももうそれがね、もうそれもう忘れもしないですよ。うわ、でも、言ってもわからない人らに言うの嫌なんだよね、って言うんですよ。舞台の上でそんなこと言っちゃうのって思って、すげえなーって言って、みんなね、会場はーはー言って笑ってるんですけど、笑ってるんですけど、もう完全に乾いた笑いなんですよね。もうなんかもうそれぐらいもエンジンかかっちゃって、もうしがらきでね、一緒に活動してるっていうこの作家さんとかがね、もうなんかちょっとなんちゅうんですか、怒られてるみたいな感じに なっていくんですよ。なんで舞台の上で俺らこれな、俺一体これ何を見せられてんのかなっていう感じでね、これはすごいね。これは2時間ぐらいやって、で、質問タイムがあるじゃないですか、質問。ね。
じゃあまあ質問で、ね、まあな、もうこんな怖い雰囲気、誰質問すんねんけど、まあ何人か質問しますわな。で、質問が、その A さんに対してその質問したらね、俺もが学生さんじゃないのかな、いや、もっと若い子でしたよ。美術を学ぶ学生さんが、まあ、ちょっとね、若手の、なんか、その美術界隈の人なんかな、その人が質問したら、君、僕にその意味わかっ、意味わかって質問してんのって言うてね、その400人ぐらいいる会場の中で吊るし上げられるんですよ。質問者がね、もう、なんか、もう、その子めっためたに言うわけですよ。な、あれ、ええー、もうでもうね、みんなさ、その、なんでわからないですかね、僕はその、そのね、A さん、B さんの、その、人となりみたいなことがわからないわけですよ。こういうのが、まあ、ノリなんかなと。こういう会をしたときに A さん、B さんの会話、これノリなんかなとも思うんですけど、ノリがわからないんでね、もうみんながもうドン引きしちゃいましてね。この会場が、うわーみたいな。もう、ぶわーもうね、その、なんか、わかってから質問しろよ、みたいな。いやまあね、わかります。まあ、そんな、まあ、しょうない質問するやつが多いんでしょう。ほら、もう、そうでしょう。その表面だけね、舐めてね。表面だけ舐めたような、ペロンと舐めたような質問するの散々浴びせられてるんで、もう嫌なんでしょう。もね、でも、ここで、吊るし上げるん、みたいな感じなんですね。いや、すげえな、と思って。でもね、実はでもそれすごい、僕ちょ、感銘というか、まあ、いやもう怖いですね。感銘なんて言ったら、おめえ何が分かってんだって言われると思うんで、まあ、届くわけじゃないから、別にいいかね。言うてること、その A さんが言うてることの真の意味になんか、まあ、たどり着かないでしょうけど、ちょっと傍らで、あ、そういうことなかって思うことがありましてね。これ A さんと B さんが言うてました。まあ、しがらきとか。倒産地とかに行きますと。で、行ったら、そこでずーっとね、何十年もこの、また鍋とか、その花瓶とかをずーっと仕上げてるおじいちゃんおばあちゃんがいると。で、そういうとこね、昔はよく行って、こう見せ、まあね、その地元の人とかにも見せられて、若い頃はすごいなと思ってたんです。もう、ものすごいその技術で一日何百個、何千個と、こう、正確無比に仕上げていってあると。すごいなと思ってたんですけど、最近は、それは全然、すごいとも何とも思わないと。この人たちは技術がすごいんであって、オリジナリティを何も生んでいないと。なるほど。言うたら、やっぱ現代美術家、現代美術のアーティストっていう人たちが、一体何なのかね。よくね、よくわからない。こんなん誰でもできるやんけ、みたいなことの突っ込みされることあるじゃないですか。そういうことじゃなくて、まあ、言うたら、多分ですよ。これ、多分こういうことなのかな。これ僕なりの解釈です。僕なりの薄い、それこそ表面ペロッと舐めた解釈です。現代美術家っていう人たちは、やっぱ思想とか、考え方とか、表現をする世界っていうのを作るもの、人なんだと。だから、技術を、職人として、技術をずーっと追求すると、また一つ違うんだと。まあ、もちろんそれは、技術っていうのは、もちろんマストで必要だけども、それを使って、じゃあ、今の世の中に、何をこの作品、このユダオブジェでやって、何でも絵画でもいい。これは一体今の世の中に何をどういう影響を与えるんですか？どういうことを感じてもらえるんですか？ただ、どういう思想を皆さんに、伝えたいのか？どういうことの、まあ、作ってる人の世界観っていうものに共感してほしいし、その世界観っていうものに僕は世界観を世界にしたいんだっていうことだと思うんですよね。そういうことをするのが、まあ、美術家。で、現代美術家とは特にそういうことなんじゃないのかなと。いう風にね、僕その A さんと B さんと3人のこのパノリディスカッションをですね、見てこう感じたわけですね。あ、そういうこと言うてはったんちゃうんかなと。なんかそういうことを思うとですね、あ、今日、僕ね、さっきスイキングス言うてましたけどね、1日、何かな、水鉢ですね。小さな水鉢の仕上げをね、今日1日ずーっとしてたわけですよ。もうそら、早くしないとありませんのでね、納期が迫ってますね、ずっとしててね。あ、俺はこれふと思った、あ、俺はこれあれやな、と。まだまだ全然その、世界観をなんかその自分の世界観を提示するなんていうことは全然到達できないな。そらそうだな、俺は。あれだもんな、陶器屋だもんな、と。陶器屋、職人っていうことですね。職人のことであると。職人の域であるって言うと、なんかね、職人より下っていう風に言うてるみたいで嫌なんですよ。それで別にどっちが上とか下とかいう話じゃないですよ。現代美術家が上で職人が下とかそういうことじゃなくって、世界の、ま、カテゴリーかな、カテゴリーとして、それぞれが違うところがあるし、それぞれが、お互い共鳴して勉強し合っていかなあかんとこがあると。
いう話なのかなと。僕今日ね、今日このちっちゃい水鉢をずーっと一日中ね削って形を作っていく中でね、そういうことを感じたんでね、そういう話をですね、ファントムラジオでしようと思って今日しました。というわけで今日もですね、着地がうまいこと決まりませんでしたね。16分喋っても結構喋りましたね。まあだー今日はねだーって言っちゃったよ。これぐらいにして、あのファントムラジオ締めさせていただきたいと思います。また次回お会いしましょう。それでは皆さん、今日はここまでです。バイビー。